じゃあ、録画開始。こんにちは。てか、顔映ってない。こんにちは。ということで、やっていきたいと思います。じゃあ、こんにちは。では、まず、なんとね、落としましたって書いてあった豆腐 VS こんにゃくはありました。体験版プラス。あと大道のアッサンブルージュとミニシューティング2本立て、こちらをね、やっていきたいと思います。そうそうそう、ちょっと段ボールの奥から、ね、出てきたんですよ。音量ってシューティングよくやってるなと思ったら、痛くやってたんですね。やってます。音量は元から期待大なゲームだったんで、体験版の頃から。まあね、うちのゲームやって捨て回しとかないとね。でもうちのゲームは売れないんだ。おかしいな。俺のゲーム売れないんだよな。俺のゲーム売れないって言っても多分いる人ほとんど買ってるはずだから。うちの放送見てる人もみんな宣伝してもすでに持ってるよって言われちゃうから。でもこれ確かね、このゲーム、何これ、あれ、なんかこれ大丈夫、エクストラクティングファイルとかでもちゃんと、これ対戦シューティングらしいんで、まあちょこっとティンクルスター豆腐こんにゃくだからね、これ。まあサクッとこれをやっていきたいと思うんだけど、なんか怒り出しちゃって、あれ、これなんか間違えた、これか、あ、これか、なんで分かりづらいことすんな、なんか入れちゃったよ。ということで、一人で対戦。これさ、大学作品のやつだね。あったね。あ、撃てない。チャージしてない。曲曲自重しろ。曲とか効果音とかいろいろ。
ツネミッキーだ、出てた。大胆なゲームだな。こうして深い理由など全くない南国地獄を持った。どうかバトルしようぜ。貝塚新作です。これさ、隣のやつのこれ隣の敵倒せるんじゃないか、このファミマ。ゲルマニウムができた。なんなのこれもう。これをキャラゲーに まともなキャラゲーにしようとして、なんか弱かったしさ。あ、クリアした。ニコニコモンズより音楽ってちょっと。ニコニコモンズより日吉島大学かということで、豆腐バーサスこんにゃくでした。よし、じゃあ次はいいのかこれつながりで、こうディフェンダーゾーンをやっていきたいと思います。で、結局ディフェンダーゾーンはこう待って、正直もうちょっとさ、こう包み隠すことをしなかったの。言っちゃ悪いけど包み隠すことをしなかったの、もう少しできなかったの。まあ見たらわかると思うけど、自分ももうね、ちょこっと見てしまったんでね。ヘンダーゾーン。よし、行くぞ。
グッジョブ。ああ、なるほど、なるほど。そんか。ああ、なるほど、なるほど。ほほ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 。敵がいる。そのコメント欄の反応の困りっぷり。うわあ、あのボスっぽいの見ても見覚えあるぞ、もろ。またカラスやってんの。あ、もうちょっと。あ、死ぬとタイムが減るのか。え、だってアウトオブランクってさ、だってこれ初プレイなのにさ、ランキング乗らないってどういうこと。飲み会で聞いた話だと、これはでもあれかな？そうそう。なんか、ファンタジーゾーンは、要塞の数が圧倒的に足りないと思う。タイムアタック制でガンガン壊す系のゲームだからね。ハイスコア高すぎこれ。ちょっとハイスコア上で取りたいな。あ、サード入った。これ結構1位厳しい。そんなことないね。あの周りがマックスになると結構これを金を回収すると、あの泡みたいなのが、ミスが多い。
でかいの。うわあ、ケチとミスっちゃうのかな。点数低いな。さっきより点数が低いです。じゃあ50万いきたいけど、いけるかな。せめて実機キャラがなんとかならなかったのかな。いやまあね、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど、これ結構怒られる範疇だよね。さすがにどっと書き直せるとは思うけど、切れちゃった。そんな、なんかうまくいかないな。なんであの時すげえうまくいったんだろう。30万点か。もう一回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 。あ、でも結構スコア出たか。マイナスコだいぶ上手くなってきたね。あ、金切るの早いな。これね、アップしづらくなってきてる。さっきやった時すごい連続でパワーアップできたんだけど、この時は何だったの。ニュー、ニュー、次行くか。あ、これあれだな。
せねえ。あ、ゲーム勝手に動いて進んでる。ツッコミどころが少ないというか、もう見た目がツッコミどころなんで。ボスが出てくるなんてちゃんとゲームになってますよ。現状ゲーム術はありませんがっていうのは、チュートリアルをやったら、操作チュートリアルをやったら敵が一匹も出ずゲームが止まるゲームのことですよ。やった。クリアした。いや、バーボンハウスはゲームになってたよ。よし。では次、タイドールアサンブルージュってさ、多分これやったよね。やったと思うんですけど、一応これどんなゲームかちょっと覚えてないんだけど、でもディフェンダーゾーンちょっと惜しい感じだな。事情によりああいう。ファンタジー造形はディアドラエンプティーあるからな。ディアドラエンプティー大好きだし。うん、ベックシューティングさん、あんかな。で、タイヤのアサブルージュってなんだっけ。あれ、方法が多すぎて訳が分からなかったゲームだっけ。
なかった攻撃方法が無駄にありすぎてよくわからない。あ、なんか敵なんか返せる。ダビキオだった。よくわかんないけど体力がなくなる。あ、痛い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 。全部聞き覚えのあるメロディーラインだな。あ、ダッシュなんだ。今年初、いや前回放送に来たよね、さっき作者たちが。で、俺がなんか武器ありすぎてよくわかんねえって言って終わってしまったけど。人類には早すぎたり、なんか敵攻撃は L ボタンを押しながら別攻撃。すごいな、すごいよ、めっちゃ見た。あ、コンティニューがもうない。ということで帯同のアッサンブルーでした。あ、そうだね、煉獄あったね、今年煉獄。あと、あとですね、最後に、あ、でもホムラコンバットはいっか。うん。ということで、とりあえずシューティングは、一番やり残しシューティングはこちらで、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。では、冬にも、また冬に。ということで、録音。